皆さん、こんにちは。ボードゲーム好き VTuber のテトランパトルです。今回紹介するボードゲーム用語は、ドイツゲームです。ドイツゲームとは、ドイツで作られたゲームだけではなく、子供から大人まで幅広い層を対象とすることや、運と技術の両方がそれなりに必要とされるなど、特定の傾向を持つボードゲーム全般を指します。こういった傾向を持つゲームが特にドイツで数多く作られ世界的なブームを巻き起こしたことが名付けの由来になったとされます。日本で作られたゲームでも傾向を満たしていればドイツゲームと呼ばれるわけですね。近年ではドイツ以外のヨーロッパ圏でも同様の傾向を持つ素晴らしい作品が出版されるようになったことからユーロゲームとも呼ばれるようです。